はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、ユニスワップ、マティック、アトム、イーサリアムクラシック、今日は7通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の7月の19日火曜日ですね。今が19時25分を回ったところです。今日の仮想通貨市場は、まあ、全面的に、ね、昨日までですね上がった後に若干高止まりになって、まあ、ちょっとね抵抗してきているような通貨もあります。まあ、広い目線で見た時に、まあ、この今のですね上昇に乗っていていいのかっていうのはね疑問に思っている方も非常に多いと思うんですが、一つその長期的な視点においてこの下降相場が反転に向かう際の基準、ここを抜けないと反転って言えないよねっていうところを今日はですねお伝えしていきたいと思います。あと250日ほど冬が続くんじゃないかというふうなデータも出ています。逆に言うと250日間は買いのチャンスだよねというところもですねニュースとして取り上げられていますので、そのあたりしっかり見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済のニュースピックアップして、相場分析と戦略構築やっております。特にテクニカル分析に関しては毎日見ていただければ、ベースのですねスキルが向上すると思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場のところから見ていきたいと思います。はい、で本編に入る前に一つだけお知らせで、皆様ですね、WSOT、バイビットのトレードバトルですね、たくさんの方は僕のチームに所属いただきまして本当にありがとうございました。で今回僕のチームは世界で、まあ、28位に終わったということで、なかなかね、上位を目指そうと思ったんですが、うまくですねそこまで伸びなかったということですね。本当に皆さんお疲れ様でした。今回の反省を生かして、まあ、グローベーズの中でもねいろいろお話して、ちょっと来年に向けて、いろいろですね対策を打っていこうかなと思っていますので、また来年皆さんねぜひ一緒に頑張っていただければなというふうに思っています。で一つだけその WSOT で取った特典だったりとか、あと直近ではですね MT4 口座を今ね開設していただくだけで30ドル分のボーナスが手に入るっていう、まあ僕のですねリンク限定のキャンペーンをねやってるんですけれども、まだ今からでもですね間に合います。でその受け取り方なんですが、自身のアカウントのここのマイ特典っていうところをですね押していただいて、特典センターっていうところ、そのマイ特典っていうところに受け取れるボーナスはですねここに出てきますので、定期的にここを確認して受け取れる特典があればここからですね、受け取るようにしていただければなというふうに思っています。はい、今日の仮想通貨市場はこんな感じ。ビットコインは、まあ、まだね300万台維持してますけど、なかなかこう上にですね行きにくくなったということですね。昨日大きく上がったイーサリアムまだね上昇を続けています。このあたりしっかりテクニカルで見ていきたいと思います。今日の株価に関してなんですが、日経平均に関しては 26,961円ということで2万7000円台を維持することができませんでしたね。ただ6月28日以来3週間ぶりの高値となっております。まあ、今週の頭に関してはアメリカの株式市場も含めて伸びてきましたので、まあ、そういった流れを引き継いで日本株にも買いが入ったということが言われています。ただしその後に関しては、昨日の動画でもお伝えした通り、今週に関してはアメリカのですね大きな企業決算がですね、たくさん出てきますので、それを控えて、様子見ムードが広がったということも言われています。はい、その中で、まあ、アメリカの株式市場、まあ、特にナスダックに関しても方向感出ていませんよね。ここからまあ上がるのか下がるのか、本当に今週それから来週 FOMC ありますけども、このあたりで明確なですね答えが出てくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今週に関しては、ね、なかなかこう動きづらい展開になるんじゃないかなと予想しております。ではここから仮想通貨関連のニュースを3つぐらいね見ていきたいと思います。まず1つ目、コインテレグラフで、仮想通貨の冬の時代はあと250日残っていると、グレースケールが、まあ、あのデータをですね出したと、レポートを出したというふうに言われています。現在の弱気相場の開始を2022年の6月とした場合、過去の市場サイクルが繰り返されるんであれば、さらに250日続く可能性があるというふうに指摘しているようですね。グレースケールは仮想通貨市場は、まあ、周期的な動きで従来の市場を模倣していると、まあ、過去のね今の弱気相場と結構似ているよっていうところも、まあ、別途言っているわけですけれども、ビットコイン市場の、まあ過去のですねサイクルに関しては4年または約1275日続くというふうに、これで1サイクルというふうに言われているわけですね。で、まあ、もちろん4年の中には上昇相場もあれば冬の相場もあると。でその冬の相場の定義として、どうなったら冬の相場というふうにカウントするかというと、ビットコインの実現価格が現在の市場価格を下回ることとしているんですね。まあ、ビットコインの実現価格っていうのは購入価格での全資産の合計を資産の時価総額で割ることで決定されるということ
ということで、いわゆるオンチェーン上の計算上の価格ということですね。これによって今ね、今の価格でどれぐらいみんなが利益を得ているかっていうのも計算上で出すことができたりするんですけど、2022年の6月の13日にビットコインの実現価格が市場価格を下回ったそうですね。グレースケールはこれを現在の弱気相場の始まりだと。でここから過去の相場を見ていくんであれば270日ぐらい続くんじゃないかっていうことが言われているんですね。今は7月ですので、ここからここから数えると250日間続くんじゃないかということを言っています。いわゆるサイクル理論のですね分析をしているわけなんですけれども、ここからの弱気相場に関しては、逆に言うと、250日間しかないとも言えると、いうことを考えると、この250日間が最後の、絶好の投資機会になるだろうということも言っているわけですね。ただしこれは弱気相場入りから底を打って上昇し始めるまでの期間ということですので、今からですね横ばいで250日続くとも限らないし、もっともっと下がっていく中で250日カウントされるっていうことももちろんあるので、一概に今すぐ買った方がいいっていう風な捉え方はぜひねしないでいただきたいかなと思ってるんですが、ただ弱気相場がですね今続いてるっていうのは事実で、やっぱり過去ここで買わないと利益を出せないっていう風なですね相場環境であることは間違いないですので、ちょこちょこですねドルコスト平均法で今はですね仕込んでいくっていう、そういった意味で言うと、絶好の機会がですね続くんじゃないかということが言われています。一つの、参考資料として、見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。それから次のニュース、昨日ですね、XRP の謎の動き、謎の取引高の急騰みたいなですねお話をさせていただいたんですが、ちょっとコメント欄にもねいくつかコメントいただいた方もいらっしゃったんですが、このジェド・マケレーブ氏っていう方がですね8年越しで XRP ウォレットを空にしたということがあるんですね。でこのジェドさんっていうのは8年間にわたって XRP の保有をずっと売り続けていました。この方誰かというとリップルの共同創業者なんですね。でこの方は2014年にステラをですね共同設立するためにリップルを辞めたわけなんですね。でその辞める時に持っていた90億 XRP の投げ売りを8年間にわたって開始していったということが言われています。で一応最後が日曜日ですね、110万 XRP を最後の送金として実行して、これで空になったということが言われています。で昨日のニュースの時点では先週末にめちゃくちゃ大きなですね取引量があったんですね。180億 XRP ぐらいの取引量がいきなりボーンと上がったんですね。でこの方持っていたのが90億で、それを8年間にわたって売っていったので、先週の金曜日にどれぐらい売ったかは分かりませんけれども、それほどですねインパクトのある売り方はおそらくしてないんじゃないかということですね。ただ一つ言えることは、今大きなですね、取引が先週に起こったっていう事実が一つあることと、あとこのジェドさんのですね売り、これに関しては市場の懸念としてずっと残っていたわけですね。かなり大きな額をですね持っていて、 XRP の流通量の 18% を持っていましたので、この方の売りが全部売り切ったっていうのは一つプラスのですね材料として受け止められる可能性があるっていうところが、このニュースの重要な部分ですね。ちょうど XRP に関しては底打ちになるかどうかっていう重要な30セント付近で今動いてますので、ここから上がっていけるかどうか、これはですねテクニカルでしっかり見ていきたいと思います。でこの底になるかもしれないっていうニュース続きましたが、別のニュースではですねアクシーインフィニティに関してもベアサイクルを終わらせようとしてますというニュースも入ってきてるんですね。アクシーインフィニティ、ここまで厳しい相場がずっと続きました。ハッキングもあったりとか、非常に弱い相場の中で動いて最高値からでいくと90% 以上ですね急落しています。7月の18日時点では15ドルで取引されていたということが書かれているんですが、このですね底になるかもしれないっていう一つの理由に関してはテクニカル分析ですね。あまり詳しくはね見なくていいかなと思うんですが、一応移動平均線を軸として、一応ここからですね反転していく可能性があるっていうことを述べています。もう一つここは注目したいのが、今ちょっと強含んできている一つの要因として、投資家が結構買っているよっていうデータが出ているそうですね。先月 AXS の保有者に関しては一貫して蓄積してきましたというデータが出ているようですね。6月20日から、この記事投稿までの間に1140万ドル以上に相当する73万 AXS トークンが投資家によって購入されているそうなんですね。これは一応今年の中では3番目に長い継続的な蓄積を達成したということが書いてあります。なのでこのままいけば、AXS は8ヶ月に及ぶ弱気相場がですねずっと続いたわけですが、この呪縛に終止符を打つことができるだろうということでですね締めくくられています。こういった動きに関しては AXS 以外にもですねアルトコインに関しては全般的に結構重要な MA をですね超えたりと
とか出来高も上がってきたりとかっていう通貨がいくつかですね出てきてますので、そのあたりに関してはこの後テクニカルでご紹介していきたいと思います。じゃあ最後にいつものように板を確認していきたいと思います。今のですねビットコイン板に関しては両者拮抗していて、ちょっとボリュームに関しては落ちているかなっていう風な印象ですね。今ビットコイン2万ドル付近で動いてますけれども、ひとまず22,500付近、それから23,000ドル付近は相変わらず厚い売り板が入ってます。買い板に関しては21,000付近までね、ある程度厚いかなっていう状況で、まあ両者結構拮抗してるかなというところですね。まあ23,000に関しては相変わらず意識されてるっていうところは間違いないかなと思います。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、まずはビットコインの日足から、今がですねビットコイン22,000ドル付近ちょうどぐらいのところを推移しております。今、まあ、まさにめちゃくちゃ注目されているポイントとしては、ここの3月30日から始まっている下落のトレンドライン、これを抜けるかどうか日足レベルでですね、そういう重要な局面になっているということですね。20MA は超えていきました。直近の高値を押さえつけられていたラインも超えていて、トリプルボトムが完成してネックライン超えたと、まあ、そういう風な状況でやっぱり少し強気として見られているわけですね。MACD に関してもマイナス域を突破しようとしてきてますし、RSI に関しては本当に数ヶ月ぶりにですね50を回復してきているということで、まあ、このあたりも強を含む一つの材料にはなっているんじゃないかなと思います。それから週足で見た時の20週移動平均線、これはね歴史的にもかなり意識されるんですけど、まあ、ちょうどここをですね抜けるかどうかっていう、まあ、ここで抵抗されているみたいな感じですよね。価格としては22,700付近に今200週移動平均線がありますけれども、まあ、ちょうどそこで今回ね抵抗されました。これを突破できるかどうかっていうのはかなりね市場も注目しているポイントだということは、まあ、よくわかるかなと思います。この中で4時間足で見ていくと、まあ、直近結構ね乱高下してますね。やっぱりここの22,700、まあ、23,000を前にこれを突破できるかどうかっていうね、そういう乱高下するような局面になっています。まあ、直近ではね22,900までね一時上がったんですけれども、今日の朝ですね、ただそこから思い切り反落されたということで、やっぱりこのあたり売りも狙っていると、さっきのね、売り高いた見ても明らかでしたけど、23,000ドルあたりは結構売りを狙っている人たちがいるということで、まあ、この動きがですねあまり長く続いてしまうと、もうですね上はダメだということで、一旦下を選んでくるようなこういったような、動きにですねなってくる可能性があります。移動平均線やっとですね価格に追いついてきましたので、ここからサポートされて上がっていけるかどうか、直近では出来高もね結構上がってきてます。それだけ錯綜しているんですが、その中で22,700付近を突破できれば中期的に見てもかなりですね上が開けてくるんじゃないかなと思っています。はい、なのでまあそこをですね突破すれば、まあ28,000から3万ドル付近っていうのが次目指される局面になってくると思います。はい、一旦ね調整されながらだとは思いますけれども、じりじりとですね上がっていく中で3万ドルを超えられるかどうか、これはですね長期のポイントになってくると思います。ただこれ3万ドルまで上昇したとしても、ここから売り叩かれて安値を切り下げれば、まだ下落トレンドが続くわけですね。以前揉み合っていたポイントを抜けるんであれば、めちゃくちゃ大きなですね転換点として意識される可能性が出てきます。そのあたりまで考えると、まだまだこう強気相場とは呼べない、まあ時間がかかるんじゃないかなとは思うんですが、あくまで短期的なところを見ると、まだまあ強気がですね続いているような状況かなと思っています。その中でもっと強気続いているのがイーサリアムですね。今日一時ですね1600ドルぐらいまで上昇しましたが、今ちょっと抵抗されました。日足レベルで見ると20-50MAをまあ抜けています。それから出来高も上がってます。RSI や MACD 見ても良好ですね。一旦調整されたとしても、20-50の日足の移動平均線にサポートされて、1700はやっぱり超えていくような動きにつながる可能性非常に高いんじゃないかなというふうに思っています。4時間足で見ても同じですね。移動平均線からちょっと4時間足レベルでは乖離していますが、全面的にここ移動平均線密集からの上昇にですね向かっていっているような動きが見て取れますので、一旦の抵抗されてもそこはサポートとして買われて、やっぱりここの急落前水準1700をまあ回復してくるっていう動きが一番考えやすいんじゃないかなと思います。でこの1700ひとまず回復すれば、少し安心という感じですよね。逆に1700超えられなければ、まだまだ下落トレンド、そういう風なですね見方なんですね。ここも一緒です。横ばいの中、一旦上げた相場がまた反転されるということで、結局はこの、まあ、安値と高値、これがね、どんどん下に継続されていくようであれば、まだまだ下落トレンド継続ということなわけですよね。その中で、まあ、以前の安値となるこのポイントに関しては抜けるかどうかっていうのは非常に大きな意味を持ってきます。ここのところも一緒で、急落前水準のところを、まあ、上昇相場では抜けることができなかったんですね。結局ここで売り叩かれたということを考えると、ここで売り叩かれる可能性もちろんあるんですが、
これを抜ければ相場の見方は変わってくると、そこが、結構注目ポイントになってくる可能性があるんじゃないかなと思っています。その中 XRP に関しては直近ねお伝えしてみました通り出来高がすごく上がってきてます。これは本当にいい傾向で RSI や MACD も、強気をですね示唆しつつあるような状況ですね。その中でここ、5月からですね続いていた高値切り下げラインを抜けていきました。イーサみたいにめちゃくちゃ今はね反発を強めているわけではないんですが、まあ、さっき言ったような、まあ、昨日のニュースもあるように、少しですねプラスの材料なんかも出てきてます。一つの起点としては、まあ、短期的なところでいくと37セントこれを抜ければ、上がですね55セントぐらいまでまあ開けてくるということになりますので、まあ、これ抜けるかどうかは短期的には結構勝負のポイントになってくるんじゃないかなと思います。ユニスアップに関してこちらもですねめちゃめちゃ強い動きですよね。まだ本格的に爆発的に上昇はしてないんですが、その時はですね、近づいてきているように僕は感じております。やっぱりこの出来高が徐々にこう放物線を描くような形でどんどん上げているっていうところは一つね評価できるポイントですし、この 7.5 ドルっていうのは歴史的にもすごく意識されたポイントです。ここを抜けていけば直近の安値のポイントも抜けていくことができますので、明らかに目線は変わってくると思います。まあ、この上げ方もね、すごく強い上げ方、まあ、下げ止まってだんだんこう上がってくるっていうね、こういう相場になってくるとなかなかショート入りづらいんですよね。入ってこれるとなれば、まあ、こういった意識ラインのところなんですけど、まあ、実際今この辺りで揉み合っているんですが、その中でもじりじり安値は切り上げてますね。出来高も上がってます。はい、なのでこの勢いはまだね続くんじゃないかなと、まあ、この個人的な予想としては 7.5 はですね抜けていって、次のポイント、なのでこの12ドルとか14ドルとかこの辺りまで、上昇するような相場にですね徐々になってきているんじゃないかなと思っています。マティックに関しては吹き上げました。まあ、あの XRP とか同じですよね。この辺りから吹き上げたのがまさにマティックだということで、マティックに関してはまあ1ドルぐらいまで回復するんじゃないかってことをお伝えしていて、一応その1ドルちょっと手前のところで反転されているような状況です。これ日足でこれだけ上昇していて出来高もめちゃくちゃ上がってますので、相当これは強いというふうに見ていいんじゃないかなと思います。ここまで上げると一旦戻されてもやっぱり底堅い展開が予想されますね。あの長期的に見てこれが底打ちっていうふうに見るかどうかっていうのはちょっとね、まあ難しいところではあるんですけれども、まあ、今20と50はゴールデンクロスしましたし、 100MA もね今抜けてますので、そのうちゴールデンクロスが完成していくんだろうと思います。まあ、そういった中で移動平均線に乗っかって上昇していくような、まあ、あの勢いのですね強さっていうのは今感じられるかなというふうに思っています。まあ、過去もこの1ドル付近を抜けたところから一気にですね急騰するっていうふうな動きが見て取れますので、この1ドル付近抜けるかどうか、ここもかなりですね重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。でアトムに関してもまだね吹いていませんが、底堅い動きを続けているんですね。20と50もクロスしました。アレサやマクディも強気を示唆してきつつあるような状況ですね。この緑色のところをしっかり抜けていったので、ここは結構大きなポイントになったんじゃないかなと思います。まあ、歴史的に見てもここすごく重要ですよね。はい、その中で、まあ、高値ですねまだあの抜けられてはいませんけれども、今10ドルまでは回復しました。なので今のこの状況を見るとやっぱり戻されても買われる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。その中で、何回か意識されたこの12ドルですね、この辺り突破していけば 100MA も超えていきます。こうなってくるとやっぱり長期的に見てもですね、大きなトレンドを転換していく可能性があるというふうに見られるわけですね。はい、あの次のポイントは16ドル付近ですが、この辺まではですね上昇していく可能性、今のところはね、高いんじゃないかなと思っています。はい、最後にイーサリアムクラシック、こちらもさっきのユニスアマティックですね同様のような動きですよね。こちらも、まあ、さっき言った通り安値高値安値高値っていう感じでこう動いてきてるわけですね。なのでその中でこの直近つけた安値を超えられるかどうかっていうのはすごく重要なポイントだったんですが、今ですねまだ超えてはいないですかね、ちょうど抵抗されているような状況です。ただ出来高はものすごい上がってますし、 RSI マクディも強気ですよね。まあちょっと RSI はね上がりすぎているので、一旦ですね調整されるような可能性があるかなと思うんですが、もう移動平均線的には20、50、100全部抜けてます。なのでこの方はね非常に抵抗ラインとして機能するポイントですので、一旦売り叩かれてもこの移動平均線にサポートされて結局は抜けていく、まあ、あの長期で見た時の逆三層のような形の中で25ドルの重要ラインを突破していくっていう風な動きにですねやっぱりつながりやすい展開なんじゃないかなと思っています。ここ抜けていけばね移動平均線全部抜けていくことができるので、日足レベルで、はい、相当これはね強い底打ちと判断してくる可能性もあるんじゃないかなと思いますので、直近動向ここイーサリアムクラシックに関しては、まあ、9月ねマージにへの移行がイーサリアムで行われますので、それまでは引き続き強い傾向がですね続く可能性は十分あるんじゃないかなと思って見ております。ということで今日はですね7通貨見ていきました。アルトコインの中では結構強含んできている通貨がちょこちょこ出てきてますよね。まさに吹き上げようとしている通貨もちらほら散見されます。今週さらに上昇できるかどうか、今週来週のアメリカの株式市場めちゃくちゃ重要なイベントを控えてますので、そのあたりをですね同時に見ながらしっかり分析をしていく必要があるんじゃないかなと思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
We'll be right back.